あの、地元が一緒。もう本当に実家はめちゃめちゃ近くて、その話をして、やばいねみたいな。<laughs> あの、その、かんじさんの、えー、先輩まあ僕の先輩でもあるんですけど、DJ りょうたさんも、もう全員みんな近くて、そこで話してて、もう実家はもうすぐそこじゃんみたいな。うん、<laughs> やばいねみたいな。でもそっから、もう、 <laughs> そうだね。実家近いのもあったしビクサがもうめちゃめちゃスピーカーの目の前で本当狂うように踊ってたんですよ一人で,でこんなやつ久々に見たなと思って自分もまあそういうタイプだったんですけどだそれに近いものを感じてわこいつ面白いみたいな思いましたねクラブで出会う前にもしかしたらじゃあどこかでニアミスしてた可能性っていうのは非常に高いんですかねあ 自分が本当に、まだ本当数回目ですね。うん、自分がクラブ、地元にあるクラブを冒険してた時の一発目ぐらいで、そのヒ患者さんとかやってるヒップホップのパーティーを知ってて、そこに行ったんで、たぶんその前はまだ出会ってないと思います。あ、ケスター <laughs> 何何出会ってたっす。え俺で、で出会ってたんですよ。地元でもう唯一ある もうなんかストリートの服を置いてあるお店があってバトルラインってところなんですけどバトルララインでで僕もうずっとといいたんですねクラブとか行けないしでそこに僕はずっといる時に幹事さんが確かフライヤーを配りに来ててでその時にその店長の方から「あ、DJ やってるから今度遊びってあげてよ」って言われて1回だけ確か。 なんかよろしくないみたいなお酒おごってあげるからみたいな僕はまだ全然高校生の頃で <laughs> 1>, 1回だけ会ってるんですよねそれは僕が覚えてたっです。<laughs>